ラスト制服をで握手をするえこんばんは桜井玲香です今日はお忙しい中、えー、ありがとうございます短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます 続いて岡崎さえさんですお願いします。はい、えー、お集まりいただきありがとうございます。えー、信濃メイロの週末のあのこの空気感が皆さんに少しでも伝わればなと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。全然タイプは違ったんですね。でもその岡崎さんはど,どういうポジションでした。マリーは結構こうリーダーシップを発揮するタイプでしたよね。そうですね。自身はどうでした。どのどういうところにいました。 似ているところですか。あ、ご自身の学生時代は。あ、学生時代。はい。学生時代は割とミレーチャンよりだった<あ>気がします。すあら、キラキラガールだったのね。<laughs> キラキラガールっていうか、<laughs> なんていうんですかね。自由な感じがんマリリンはやっぱりアンディもあのミレーチャンもなんて言うんでしょう。自由な感じでこう自分の思うがままにこう走っていくのを後ろからこう見てなんて言うんでしょう。 後、勝利じゃないですけど、なんかあのそういう風にするようなキャラクターなので、私はもう学生の頃はとにかく楽しいこと大好きみたいな。そういう学生でしたので、ちょっとミレちゃんに3人だったら似てるかなっていう風に思います。そうですか。桜、うん、井さんはでもグループ時代ね。キャプテンも経験されてるんで、割とこう戦闘行くタイプだったんじゃないですか。うん、いや、私ももう全然あのどちらかというとみんなについていくタイプだったので、うんうん。そう、ね。いやいや リー,ダーってリーダーじゃないですか、うん、リーダーであるべきだったんだけれどもリーダーであれたかなって今でもちょっと自信はここでですね実はあのお二人の高校時代のお写真をなんとお二人からお借りしてきましたのでご紹介いただいてもよろしいでしょうか。<laughs> ラスト制服をで握手をする っていう,、うん、うんうんその時の写真ですねんじゃあこれ以降はもう着ていない着てないと思いますこれで収めようみたいな感じで同じ同学年の子たちと一緒にやった気がしますうん,うん。 高校時代はなかなかできなかったちょっとスカートをこうそうなんですよコーンソックスも履けなかったのでコーンソックスもネクタイも初めてでこの時つけましたね似合いますねありがとうございます岡崎さんもこれ高校生はいですね、はい、こ,れこれは178ぐらいの時に「セブンティーンという雑誌をやらせていただいた時の写真なんですけど ちょっと見るとあのメイクが濃いめなんですよね、すごくつけまつげとかしてたりして、ティーンでこうやっでメイクさんにメイクしていただく機会があの多くて、なんていうんでしょうあの、やっぱその頃ってファッションだったりメイクにすごく興味があったので、それであの勉強してました、つけまつげってあ、こうやってつけるんだとか、アイラインってなんかどこのがいいのかとか、長さはどうなんだとか。 そういうことにすごい興味があってその練習とかを結構家でもしてたりしてはい、メイクやファッションにすごい興味のの時でした、うん、あ大体いい高校時代のメイク失敗してるもんなんですけどややっぱり綺麗ですねい<や>れねこれはもうメイクさんにってて、はい、やっていただいたのでそうですね自分じゃあもう全然難しくてなかなかできなかったですけど。はい 桜井さんはねここまでのメイクは高校時代学校に行くときは難しかったですもんねそうですね,ねしてないですね、うん、羨ましいですだから可愛い,い、うん、お二人貴重なお写真本当にありがとうございます、うん、お借りしました、うん